小田原城市公園は神奈川県小田原市場内に位置する都市公園である。小田原城の本丸及び1960年に復興された天守閣を中心として整備されている。城市公園の大部分は国の指定史跡の区域となっている。日本桜名所百選に選定されている。公園内には小田原城歴史見聞館、小田原城、ミューゼ、動物園、遊園地、 小田原市立図書館、小田原市郷土文化館などの観光施設がある。NPO 法人小田原ガイド協会では、ガイドボランティアが、小田原城や、周辺の名所、旧跡を無料で案内するサービスを行っている。かつて、小田原城の堀にかかっていた住屋倉橋は、前田志門の復元工事のため2006年5月に、撤去された。上域が史跡であることと近年、 上域の復元や保存が進められていることもあり、閉園予定である。動物園で飼育されていた動物たちは、他の動物園や新設された小田原子供の森公園ワンパクランドなどに移されている。1950年に来日したインドゾウの梅子が飼われていたが2009年9月17日に死亡した。動物園自体が文化庁から史跡に不釣り合いと指摘され、 梅子の死と共に廃止される方向にあったが、2017年7月、現在も、園内に日本ルが飼育され、動物園は存続している。侍館甲冑、忍者衣装の着付け体験、ありがとうございます。